野球ショップで起きたまさかの高額商品の万引き。絶対にやっちゃいけない、あってはならない、本日は注意喚起の動画です。京都のスポーツアクトさん、久しぶりにやってまいりましたけども、ここで、うん、我々野球人としてはこうすごく嫌な気持ちになる事件がこの間起きて、万引き犯が出た。ありえない。ありえないですよ。風上にも置けない。そんなものは野球人じゃないかもしれない。そうだ。実際何があったのかっていうのを、まあ、お聞きしに来ました。なるほどね。もちろん新商品もあると思うんですけども、いや、もちろんチェックしていきたいと思います。そう、今回4年前からお世話になっている京都のスポーツアクトさん、いつも生かしたアイテムを載せているお店のインスタを見ていると、見慣れない投稿が。なんと万引き犯が出たとのことでした。野球ショップで万引き、大きい道具なのにありえるんでしょうか。野球ショップの万引きの実情を伺いました。何があったんですか、一体。いわゆる窃盗、はい、まあ、万引きですね、はい、あるんですね、まあ、野球ショップであんまり想像してなくて、うん、しない。意外とこう表に出ることはないんですけど、全国野球ショップの方から、うん、まあ、内々ではやっぱりある話は聞いてるんですよ。なるほど。で、まあ、弊社でも今回が初めてではなくて、本当今回の犯人は初めてなんですか。もうおそらく見たことがない顔だったんです。ちなみにまだ捕まってない。まだ捕まってないです。へ、本来は、まあ、本意ではなかったんですけど、はい、まあ、SNS に上げたっていうのは、まあね、ご自身を促すという意味で、やったんですけど、まあ、結局、まあ、翌日ももちろん連絡なかったわけで、はい、出てきづらいのかもしれないですけど、どれぐらいの被害だったんですか。具体的に言うとグラブ1点。グラブ、はい、どうやってグラブを持って帰ったのか、驚きの手口が明らかになりました。どうやら下に盗むつもりのグラブを置き、別のグラブを戻した後、カバンを取るのに合わせ流れるように下のグラブをカバンに入れていました。しかもすぐ隣に別のお客さんもいる中です。と、エルボガード、はい、とバット、バットどうやって、はあ、バットは、バットはあらかじめバットケースを持ってきてたんですよ。そこに入れたんだ。何も入ってなかったんかな。入ってなかったんですけども、おそらく中にこうちょっと成形をしたものを入れてたのかもしれないですね。むずいですよね、バットケース。バット持ってくるお客さんもいらっしゃるじゃないですか、はい、練習終わりとか。そうなんですよ、そうなんですよ。一人一人疑うわけにもいかないですしね。またバイクで来られてたんで、まあ、たまたまその出たタイミングと、まあ、私がちょっと裏口から外へ出たタイミングで目が合った瞬間に、あ、やばいみたいな感じの動作をして、逃げるようにこうバイクで走って帰ったので、ちょっとなんか怪しいなと思って、すぐに防犯カメラを確認したら、やってた。安井さん、その時はまだ気づいてなかったんですね。いや、もうその挙動でちょっとなんか、いや、怪しいと。あるな、まあ、しかも、やられたのが週末の、まあ、今日みたいな雨の日で、はい、店もすごい忙しかった。なるほど。狙ってきたんでしょうね、それも。はあ、まあ、3点で総額、まあ、総額約10万円。そうですね。かあ。マジ野球人とは思いたくはないですけどね。まあ、本当ですね。今、うん、絶賛、まあ、警察の方が捜査中、はい、そうそうそう。もう翌日に早々にも被害届を出して、まあ、警察の方には、お願いしたという形なんですけど、はあ、まあ、過去3回、まあ、同じようなケースで、はい、まあ、店から商品を持って後から、こちらが気づいたというケースがあったんですけど、はい、いずれもあのこっちで把握している方々はもう全員逮捕されています。万引きってその場で現行犯じゃないと捕まらないとかっていうような話を聞いたことあるんですけど、うん、実際そうではやっぱりないみたいで、うんうんうん、数名の方がそうやって逮捕に至ってる現状もあるんで。今世の中でもさ、そのね、若い学生の子たちが、ね、お寿司屋さんとかファミリーレスとか、ね、ちょ悪ふざけでやったりいろんなことしてるけども、ノリでそういうことは絶対やらないでほしい。間違いなく面白くもなんともないから、そこも含めて絶対全員が万引きはしない。もちろんもちろんぞ、当たり前なんだけども、こうやって、まあ、私は今回こう公表したんですけど、うん、
まあ、実際に泣き寝入りしてるお店も非常に多いっていう、実情的にはそうなんですよ。あるんですね。あります、あります。持って帰りづらいじゃないですか、シンプルに。やっぱり、形の整った、はいはい、流行りのカバン、だから商品の中に入れてもこう商品の膨らみが変わ、あのカバンの膨らみが変わらないというか、はあ、やっぱりよく考えてるといえば考えてますね。こういう話したくないですもんね、水田としても。そうだよ、まあね、WBC のちょうど準決勝でしたので、なるほど、まあ、盛り上がってる時に、はあ、なんでそのタイミングでできるかという、まあ、いろんな、ね、人がいるんでしょうけども、今ね見てる野球人は、まあ、そんなことしないと思いますけども。もちろん、私改めてね、みんなでそのスポーツショップね、あの支えてね、野球界盛り上がっていけるようにやっていければいいね。なくてはならない存在ですね、うん、もちろんそうだよ、ね、うん、さらに手に取れない商品だ、ね、いや、そうですよね。そうだよ、日本の野球ショップってこういうスタイルじゃないですか。海外ってやっぱそういうのがあるから、こう、うん、なんていうんですか、カウンターでこう完全に区切られてたりするんですよ、海外ね。そうで、触れないんですよ、自由に。そういうのはちょっと寂しい気はするんで、どんどん商品が遠くなっていきますよね。まあ、そうですよね。今回注意喚起として被害を少しでも減らしたい、再犯防止の意味を込めて特産 TV でもあえてご紹介させていただきました。万引きはダメです。代わりと言ってはなんですけど、ライパチが10万円買ってくれます。よしよしじゃねえ。それでトントンならないから。どこで行っても10万返ってこないからね。ここからは新商品もチェック。おヘアバンド、すごい種類増えてますね。そして置いてあります、やっぱりありますね。あれですね、結構限定の。お、これ売ってんだこの色、うん、あ、でもこれ取り寄せじゃない、この辺り。結構これのポイントもあるんですね。おおおお、先生、金具はね、そうなんですか。まあ、金具こっちある、ね、こっちありますね。あ、そうですか。金額は一緒。さすがスポーツアクトセカンドステージ。これ前からあれですか。これ久々に野球ショップ来たら手だから、これ手だ。コアシックスのベルト付きの、これね、あれなんですよ、学生いけるやつ、幻のモデルなんです、これ。まあ、いろいろあるんですけど。そうですか。そうなんです、アシックスの最新のスパイクベルト付きのね。これかっこいいっすね。かっこいいんだよ。白だから学生いけるんですよね。いける。乱臭とかおしゃれですね。あ、これ乱臭ですか。これ乱臭です。へぇ、なんだ、1500円。珍しい、珍しいですね、これ。これサッカーシューズみたいじゃない、それ。そうです、ナイキ。でも向こうは今こういうのです。あ、そうなんだ。だんだん日本に来るでしょう。すごい細いね。あ、見てください、ナイキなのにこう。あ、ちょっと待って、ポイントとこの金具のハイブリッド。あ、それはおしゃれです。ついナイキもハイブリッドになって、それはおしゃれ。真っ青ですね。すごいね、また包み方がおしゃれだもの。スニーカーショップ屋さんみたいな。え、1万円え、嘘だ。これ超買い得じゃん。チャンス、やばい。サイズはもう一点物なんじゃないですかね。そうだね。あ、今は大注目のオールスター。これなかなかね、かっこいいね。流行ってきてるんですよ。結構分厚いね、このパッドっていうか。これものすごくいいですよ、やっぱ、ね、向こうの選手いっぱい使ってますけど。すごい分厚いよ、クッション性すごい優れてます、うん、安心感あるね、あ、スタンス、ちょっと種類増えてるんですよ。新しいなんか色がありますよ。あれ、これジャイアンツっぽいですね。あ、これは、あ、そうです、今ちょっと水面下でいろいろと、ただそうです、そうです、あの契約したからね。そうなんですよ、うん、スタンスってただのソックスじゃないからね、言っとくけど。すっごい性能いっぱい揃えてるんだから。そうなんです。今度特集しますよ、ソックス。ソックス、ソックスと特集しますよ。ツイッターで僕今水面下でそれこそ動いてるんですけど、はいはいはい、フレーチャーを使って、うんうん、あの投球改善の会を開こうと思ってまして。いいね。どうやって投げていいか分かんないとか、うん、まあ、お父さんとかもそうですけど、子供キャッチボールしたいとか、うん、あのイップスでやっぱり投げ方が難しいとかっていういろんな方の悩みをやっぱ聞いてると、うん、やっぱなんとかしたいなと思って。優しい。で、フレーチャーがなんと、うん、エビデンス取ったらしいんですよ。お、その肩の痛みとか肘の痛みが減って、うん、そのイップスが改善されたっていうデータがちゃんと取れた。マジで。実際それで山本由伸さんとか今回戸郷さんとかもずっとダメージで使ってて、それを今回フレーチャーさんと一緒にやりましょう。あら、詳細はまた出しますけども、ぜひ皆さん、ない方、お悩みの方、いいね、一緒にちょっと、いやいや、やりましょう、やりましょう。東京と関西でやる予定なんで、うん、フレーチャーカップ、フレーチャーカップっていうか、まあ、フレーチャーで
野球をや楽しくやろうと、うん、父さんみたいに、うん、ちゃんと投げれる人はダメです、うん、ちょっと待って、言い方、言い方よくないよ、だけが本当に別にその同じ気持ちになれる人、俺だって投げれたくて投げれたわけじゃないんだよその逆の気持ちっていうね、はい、緑のキャップいいな、アスレチックス今、うん、集客めちゃくちゃ困ってますから、3000人ぐらいしか一人あの一試合入んない俺ちょっとそれ買ってくわ、俺アスレチックス買ってく、買ってく、とんでもない状態なんで、いやもうちょっとそれコラボしようぜ、皆さんオークランドに行きましょう、オークランドちょっとコラボしよう、それ買ってくわ俺マジで、緑最初のエンゼルスとの開幕戦だけ2万人ぐらい入ってそれ以降は3000人とかそれ開幕戦だけで2万人なの、たったの大谷さんが投げるから2万人それ以降はでも3000人、あそうなの、びっくりしました、